はいどうも皆さんこんにちは。今回は田中義一内閣についてお話ししていきます。昭和初期の政治は若槻礼次郎と田中義一によって始まっていきます。先に総理大臣になったのは憲政会の若槻礼次郎でしたが、結局若槻礼次郎内閣は金融恐慌にとどめを刺されて総辞職。こうして立憲政友会の田中義一に政権が回ってきたのです。ということで、まずは田中義一とはどういう人物なのかというところからお話を始めていきましょう。田中義一は長州藩の足軽の家に生まれました。当時の長州藩といえば、京都で禁門の変を起こして幕末の中心勢力となっている頃、その後明治維新を迎えた長州藩は政治の世界で長州閥と呼ばれる派閥を形成していきます。そのような環境で成長した田中義一は、まず最初に軍人としての道を歩み、日清戦争、日露戦争で戦地へと赴きました。その戦争経験で田中義一は、戦争に勝つためには軍事だけではダメだ、軍事と政治が同じ方向を向いた時にこそ戦争に勝てると考えるようになります。こうして政治の重要性を認識した田中義一は、同じ長州出身の山形有朋や桂太郎、寺内正武の背中を追って政治の世界に入ったのです。そんな田中義一に目をつけたのが原敬でした。原敬は反幕勢力とも協力しながら政治を行っていく人物だったので、田中義一は原敬内閣で陸軍大臣となります。これをきっかけに田中義一は政友会とのつながりを強めていき、高橋惟喬の後を継いで立憲政友会の総裁となったのです。さて、この頃の政治状況を見ていくと、憲政会は秀原喜十郎に外交を任せるなどして平和主義に肯定的な傾向を持つようになっていましたが、反対に立憲政友会は田中義一の影響で否定的な傾向を持つようになってきます。軍人出身で政党の総裁に就任するという異色の経歴を持った田中義一なので、政党の方針が大きく変わっていったのです。そんな時に田中義一が総理大臣となったのですから、日本の方針も大きく転換します。田中義一内閣がしたことを国内向けと国外向けで見てみると、国内向けには金融恐慌の処理、国外向けには三党出兵を行っています。順番に見ていきましょう。まずは金融恐慌の処理についてです。金融恐慌については以前の動画で説明しているため深くは説明しません。簡単に言うと、銀行の信用が落ちた影響でみんながお金を下ろそうとした問題と、台湾銀行が破綻寸前になっている問題がありました。それらの影響で第一次若槻礼次郎内閣が倒れ、田中内閣が成立したという経緯なので、田中義一内閣はまず金融恐慌の処理に取り組まなければなりません。ということで、田中義一は政治の世界を引退してすぐの財政のスペシャリスト高橋惟喬を引っ張り出してきて、金融恐慌が収束するまででいいからという条件付きで頼み込み、大蔵大臣になってもらいます。こうして高橋惟喬によって金融恐慌の処理が行われていったのです。ということで、高橋惟喬はまずは銀行の信用を回復させようと考えました。日本銀行から民間の銀行に9億近くのお金を貸し出した上で、全国の銀行を一時休業させてほとぼりが冷めるのを待ち、休業明けにやってきた人々にはそのお金を使って預金を下ろさせることで、なんだよ普通にお金下ろせるじゃんと人々が安心する状況を作りました。こうして銀行の信用は回復したのです。さらにもう一つの問題である台湾銀行は緊急勅令、つまり天皇の命令で救済を決定。こうして金融恐慌を鎮めた高橋惟喬は、金融恐慌が収束するまでという条件だったと言って、予定通りこのタイミングで大蔵大臣を辞任しました。こうして収束した金融恐慌でしたが、その影響は大きなものでした。恐慌の間に起きていた不況によって弱小企業が競争に敗れていたのです。そうなると競争に勝った企業がそれを吸収し、次第に産業界では企業の独占集中が進んでいきます。こうして複数の企業が価格競争を避けるために話し合って商品の価格などを決めるようになったり、同じ商品を売っている会社たちが合併して一つの企業となったりして、大企業が市場を独占する状態になっていきます。そのような大企業の中で特に有名なのは三井、三菱、安田、住友のいわゆる四大財閥で、そのような財閥はいろんな業界に会社を作って巨大なグループを形成するようになりました。さらに金融恐慌により経営難に陥った多くの中小銀行を買収し始めて、財閥が銀行を支配するようになっていきます。こうして大銀行を持つ財閥は日本の経済を支配していくとともに、三井は立憲政友会、
三菱は県政界との結びつきを強めて政治への発言力も増していきました。こうなると困るのは、大銀行には相手にされないような中小企業でした。中小の地方銀行しか相手にしてくれない。だけどそんな銀行がなくなってしまった。資金調達ができない。そんな状況に追い込まれたのです。こうしてお金持ちはさらにお金持ちに、貧乏人はさらに貧乏人になるという状況が出来上がります。それでは次に国外に目線を移していきましょう。田中内閣では田中義一自らが外務大臣を務め、外交問題に取り組んでいきました。当時の外交問題といえば中国問題です。こちらも詳しくは以前の動画で説明しているため深くは説明しませんが、簡単に言うと当時の中国では蒋介石という人物が武力によって中国を統一すると考えて北へと勢力を広げている状況でした。そのような状況でこれまでの日本はシデハラ外交と呼ばれる平和主義的な外交方針を取っていました。つまり中国の内政には関わらない、国民政府が統一支配するならそれを認めるべきだという方針を取っていたのです。しかし田中義一はそんなシデハラ外交を軟弱外交だと批判して不満に思っており、総理大臣に就任したこのタイミングで外交方針を大きく転換していきます。田中義一の外交は簡単に言うと武力を使ってでも満州を守るというもので、万里の長城より南側については国民政府による統治を認める、しかし長城より北側については日本の権益を維持するという考え方だったのです。こうして田中義一は中国に住んでいる日本人を保護するという名目で中国に軍勢を派遣します。山東出兵です。こうして派遣された日本軍は蒋介石の北伐軍を食い止めようとします。さらに田中義一は当時中国の東北部を支配していた張作霖に目をつけました。張作霖を支持して北伐軍に対抗させよう、そう考えた田中内閣でしたが、蒋介石の北伐軍は止まりません。ついに山東省に進出してきたため再び兵を派遣します。この出兵の後、日本軍と北伐軍の間で軍事衝突が発生。これを受けて田中内閣はさらに援軍を派遣して山東一帯を占領しました。とはいえ蒋介石の目的は日本と戦うことではありません。本来の目的は北京の攻略です。ここで日本と戦って戦力を減らすのはまずい、そう考えた蒋介石は撤退し、迂回して張作霖が待ち受ける北京に向かっていきました。一応戦いは終わったものの、この戦いにより日本と中国の関係はさらに悪化、中国国内での反日感情がさらに高まることになったのです。さて、いかがだったでしょうか。田中義一内閣についての概要を理解できたかと思います。なお、この頃に少し政治の世界に動きがあっているので、最後にそれを付け加えておくと、県政界は名前を変えて立憲民政党と名乗るようになっています。もちろんですが、民政党は田中内閣の山東出兵に反対、中国の内政には不干渉を貫くべきだと批判していました。ということで田中内閣は議会を解散してこれに対抗しますが、田中内閣は選挙での勝ちにこだわります。こうして行われた日本初の普通選挙は、強引な選挙干渉や買収などの工作によって民主主義とはかけ離れた選挙となりました。この際に社会主義者の弾圧を行ったことも有名です。このような状況は国家の安全保障のために命を懸けている軍人の目から見ると耐えられません。こうして軍人は政党が敵味方に分裂して争っている、普通選挙と政党政治は腐っている、政治を一新すべきだという考えを強めていきました。そんな軍人がついに行動を起こします。ということで次の動画では張作霖爆殺事件についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。